皆さんこんばんは。8月24日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、クリオネクラリー。コメンテーターはインアンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。スタンフォード大学で世界初のバーチャル微生物誕生。パナソニックが6種類のスマート家電を年内に発売。iPhone 用 3D カメラアプリ。PIC3D2 カメラ無料提供開始。モシーモンスターズのソーシャルゲーム2種をグリーで提供。クラウドゲームのオンライブが事業売却を発表。セカンドライフがゲームソフト販売サイト Steam で配信。まず最初のニュースです。スタンフォード大学のマーカス・コバート氏らがコンピューターでバクテリアの生命サイクルを初めてシミュレートし、ある種のバーチャル微生物を作り出しました。実験に使われたのはマイコプラズマゲニタリウムと呼ばれる細菌で、わずか525の遺伝子しか持たないバクテリアです。遺伝子が少なければ、ただそれだけ細胞の行動をコンピューター上でモデリングすることが簡単になるため、自立生活を営むことのできる最初の生物として選ばれています。この研究では、まず約900の研究物件が詳細に分析され、このバクテリアに関連するあらゆる分子的プロセスが調べ上げられ、生物学的行動がコンピュータ言語に翻訳されました。単純なバクテリアをバーチャル形式に変換するのに、128のコンピュータと28のアルゴリズムが必要であることが発見され、細胞の内部で起きているすべての分子的メカニズムが記述されています。1回の細胞分裂をシミュレートするのには、約10時間の時間が必要で、その間に 0.5GB のデータが生成されるとのことです。コバート氏は、ニューヨークタイムズのインタビューで、これは実に魅力的なことだと思います。というのも、一つの生物がどれだけのデータを実際に生み出すかを誰も考えてみたことがなかったからです。私たちはしばしば DNA をデータの貯蔵庫のように考えます。しかし、それ以上のことがあることは明らかです。と説明しています。この研究で最も魅力的なことは、すべての細胞のプロセスの内部に隠されているデータの量ではなく、この技術の持つ可能性にあると言われており、一つの細胞全部の完璧なモデルを自由に利用できることで、科学者たちがより良い形で、より早く、例えばあるバクテリアのゲノムに起きる偶発的な変化と、そこから派生する影響を研究することができるとしています。これによって、健康に害のある物質を生む細胞の派生などを事前にシミュレートし、避けられるようになる可能性があるようです。コンピューターのシミュレーションでは、遺伝子、酵素、その他すべてが一緒になった総体として細胞を扱い、生物工学における、いわゆる CAD によって、欲しい特徴を持つ生物を設計することに向けて一歩前進することになるとしています。ただし、実験室で広く利用されている大腸菌ですら、遺伝子が4000以上もあるため、すぐには難しいと考えられています。次のニュースです。8月21日、パナソニックがスマートフォンに搭載した専用アプリ経由で、クラウドサービスに接続し、様々な機能を利用できる家電群をスマート家電と呼んで市場に投入すると発表しました。今回発表されたスマート家電は、ルームエアコン、冷蔵庫、洗濯乾燥機、耐蘇生計、活動量計、血圧計の6つの製品群で、2012年9月25日から10月20日にかけて順次発売される予定です。消費者は手持ちのスマートフォンに、パナソニックが無償提供する専用アプリ、パナソニックスマートアプリをインストールし、購入した家電の利用者登録をすることで、同社のクラウドサーバーを介した各種のスマート機能を使えるようになり、
スマートフォンが別の部屋からでも、外出先からでもエアコンを操作できるリモコンになります。エアコンではスマートフォンのアプリで、外出先から遠隔で運転のオン・オフを操作したり、切り忘れを確認したりすることが可能で、冷蔵庫もアプリ上で扉の開閉回数を確認したり、同社の省エネ機能、エコナビの稼働率を確認することができ、日々の節電意識の向上に活用できるとしています。洗濯機では、洗剤と柔軟剤の種類を記憶させておき、最適な洗浄効果が得られる設定を自動的に行うことができます。ヘルスケアに向けた体組成計、活動量計、血圧計の3つの製品群については、いずれも日々の測定データを記録・管理できる機能を提供します。これら6つの製品群とともに、使用方法がわからない場合や、エラー表示が出た際には、取扱説明書を探さなくても、スマートフォンの画面で操作方法を確認することも可能です。ルームエアコンを除く5つの製品群については、スマートフォンとの接続に、近距離の無線通信技術、NFC を採用しています。NFC は、いわゆるお財布携帯の技術で、携帯電話機やスマートフォンに搭載される国際規格になっています。接続技術に NFC を採用していることから、NFC を搭載した Android スマートフォンのみの対応となっており、Apple の iOS が今後 NFC に対応した場合は、iOS 版の開発も検討するとのことです。スマートフォンとパナソニックのクラウドサーバーは、携帯電話の回線を使って接続され、スマート家電はスマートフォンを家電のフロントパネル部に触れさせ、仲介役としてクラウドサーバーと家電をつなぐことで、クラウドとの通信を行うということです。ルームエアコンについては、接続技術に NFC ではなく、特定省電力無線による無線方式を採用しているため、iOS でも利用可能なアプリを提供するということです。こちらはエアコンの室内機に、無線アダプターを取り付けるとともに、消費者の宅内にあるブロードバンドルーターに専用の無線ゲートウェイ装置を接続して使用するということです。パナソニックではこれらのスマート家電を2014年度に260万台、2000億円の売り上げを目指すということです。次のニュースです。グローバルウェーブ株式会社がiPhone 用 3D カメラアプリ PIC3D2 カメラの無料提供を開始しました。このアプリは簡単に 3D 写真を撮影できるほか、撮影した 3D 写真の立体度を自由に調整できる 3D 加工機能も搭載しているのが特徴です。立体度を強化したい部分を指先で塗りつぶすだけで簡単に調整が行えるようになっています。撮影した 3D 写真は Facebook や Twitter と連携して投稿することが可能です。また撮影した 3D 写真は iPhone 4、4S に別売りのレンチキュラーシート PIC3D2 を貼ることで裸眼での立体視も可能ということです。PIC3D2 は今後新 iPad 向けの製品も発売される予定だということです。次のニュースです。グリーのイギリス現地法人とマインドキャンディーリミテッドが秋にイギリスのグリーで提供予定のソーシャルゲーム版模試モンスターズ2タイトルの詳細を発表しました。模試モンスターズは雪男やゾンビ、ワケ、悪魔などの怪物を可愛らしくデフォルメしたアバターを操作し、お化け屋敷のようなマイルームをカスタムするホラーテイストの子供向け仮想空間です。パズルゲームや音楽コンテンツなど、幼児の知育に役立つコンテンツが豊富に用意されており、保護者からの評価も高く、昨年はユーザー数が2900万人を突破し、
イギリスだけではなく世界中の子どもたちがアクセスしています。同サービスではリアルの商品販売にも積極的に取り組んでおり、トレーディングカードやアパレルグッズ、絵本などの販売が行われています。グリーとマインドキャンディはグローバルで展開するモバイルゲームの開発、提供において5月に業務提携を行い、提携第1弾として欧州を中心に親子に人気の 2D 仮想空間模試モンスターズをモバイル向けのソーシャルゲームにし、グリーにて配信すると発表していました。今回の発表によれば、模試モンスターズのソーシャルゲーム版は模試モンスターズビレッジと模試モンスターズロストアイランズの2タイトルで、模試モンスターズビレッジは自分の街を建設して様々なミニゲームをプレイする街づくりソーシャルゲームで、模試モンスターズロストアイランズは模試モンスターズのカードを集めてデッキを作り島を冒険していくカードゲームになるということです。両タイトルは15日よりドイツケルンにて開幕するヨーロッパ最大級のゲームイベント、ゲームズコム2012のグリーブースにも出展されるということです。次のニュースです。オンライン上でゲームソフトを購入しなくてもゲームを遊ぶことができるサービス、クラウドゲームのオンライブが、債権者のためにする一括譲渡、ABC の手続きによる事業売却を発表しました。ABC はいわゆる倒産手続きの一つで、裁判所が絡んで時間もかかる連邦破産法によらず、資産を第三者に丸ごと信託して仕切り直す制度です。経営が行き詰まり資産を整理するという状態のようですが、ABC 手続きを経て一部の従業員とサービスを引き継ぐ先はすでに決定しており、オンライブでは資金力のある新会社に買収されたと表現しています。買い手はとあるベンチャーキャピタルとされており、現時点で詳しいことは不明です。オンライブは先日ソニーに買収された外界と並ぶクラウドゲームの大手ですが、原理的にサービス提供地域ごとに用意しなければならないサーバーの維持費用負担と加入者数も交渉は200万人でしたが、課金アクティブユーザーが少なかったことから経営の状態が思わしくなく、大量のレイオフを行うのではとの噂があったばかりでした。オンライブの資産の買い手は現行のオンライブサービスやパートナーシップを維持しつつ、人員的にも規模的にもよりスリムになった新会社で事業を継続するとされています。今回の ABC 手続きは、従業員にとっても寝耳に水だったらしく、8月17日に出社して、朝10時の重要なミーティングで倒産を知らされ、午後4時までに私物をまとめて退社するように告げられたという従業員の証言もあります。その他、元従業員によると、一部の社員にのみ、新会社に移って仕事を続けるか打診する文書が渡された。オファーがあった社員は半分以下。証言した元従業員の想定では2割程度。オンラインサービスの同時接続ユーザーはピーク時でも平均1800人程度。今回の手続きに入る前からオンライブには複数の買収オファーがあり、中には HP も含まれていた。朝10時から重要なミーティングがあると告げられた従業員たちは、オンライブもようやく大型買収がまとまったのではと冗談交じりに期待していた。私物をまとめて退社するように求められたとき、正面玄関では記者に写真を撮られるからガレージを使うよう指示があった、などの証言があるようです。イアンさん、このニュースいかがでしょう。はい、ですね、オンライブ、私自身はね、大変注目してたサービスでもあり、期待はしていたんですけども、残念なことになかなかユーザー数が増えなかったという現状。また、実際にですね、ゲーム、買うより、
そうやってレンタルするよりかは買った方が早かったりとか、あとはアメリカではですね、ゲームをできるような場所を貸したりするようなサービスも結構あるんですね。要するに、みんなでもって、そこの部屋を借りるとゲーム機が置いてあって、で、そこでもって、みんなでもってゲームをしたり、パーティーをしたりとかっていうような、そういうような場所もある。日本ではちょっとね、権利関係のあれでもって、家庭用ゲーム機が置いてあって、そこでもってやらせてお金取るってことは多分難しいとは思うんですが、オンライブの場合には、ネットワーク上でもってサービス、権利だけを買うという新しいコンセプトだったので、なかなか浸透が難しかったのと、価格設定も、ちょっとね、高く感じた方も多かったのかもしれないのと、あとやっぱりどうしてもですね、ネットワーク越しに、ゲームをやりますので、ある程度回線の太さですとか、そのサーバーがですね、近距離になければいけないとかっていう、いろいろな、制約もあり、なかなか広がらなかったのかもしれません。日本でもね、クラウドゲームの会社、何社かもうすでにスタートしてますけども、やはり、権利関係のところでもって詰まっていて、なかなか、タイトルを増やすのは難しかったり、本当に古い PS2 のタイトルしか出せなかったりとかっていうようなところもまだあるようです。ただ、今後ですね、このネットの上でもっての販売というのは、ソフトウェアをわざわざダウンロードする。同じものをわざわざコピーするっていう時代ではだんだんなくなっていって、クラウドの上にデータは1個ポンとあって、それを使うときにだけに使うというような考え方は間違っていないと思いますし、方向性もね、そうなってると思います。Apple の iCloud も同じですが、音楽ダウンロードしてるんではなくて、その iCloud でもって実はデータ1個ポンとあるだけで、それを聞きたいときに聞けるようになるとか、そのようなですね、方式といいますか、考え方っていうのが、これからもう少し浸透してくるんじゃないかなというふうに思っています。もっとも今までのビジネスモデルにですね、しがみつこうとしているところは、やっぱりダウンロード系でもって、ダウンロードいくらとか、月課金だとか、あともう一つですね、そのさらに前まで行くと、パッケージソフトといいますか、ROM だとか、DVD でもって販売しないとっていうようなところもまだまだ残っていますので、なかなか、市場として、膨らむのはまだちょっと時間がかかるのかもしれません。ただ今後ですね、そういうようなものが増えていくと、例えばセカンドライフの中の洋服、私もね、今、ベアローズさんの洋服着てますけども、これも実はクラウド上に1個、データがあり、それをみんなで持って、いかにも自分のもののように持ってますけど、自分のインベントリーもクラウドの中にありますので、結局は、みんなで持って、ある存在するデータを共有しているというような状況になっているというのも、皆さんもですね、分かっている方も多いとは思いますが、今後ね、こういうような流れになっていき、要はですね、所有するというよりかは、使いたい時に使えるようになるというようなサービスがこれからも増えてくるんじゃないかなと思っています。以上になります。ありがとうございました。次のニュースです。8月16日、セカンドライフがゲームソフト販売サイト、Steam で配信されることが、リンデンラボのセカンドライフ公式ブログにて発表されました。Steam とは、コンピューターゲームのネット配信、デジタル著作権管理、マルチプレイヤーゲームのサポート、ユーザーの交流補助を目的としたプラットフォームで、ゲームのデジタル配信とその後の管理に使われます。2012年1月の時点で、1800以上のコンピューターゲームが配信されており、約4000万人のユーザーが登録しています。Steam では購入またはゲームの使用権を登録してしまえば、インターネット環境のあるどの PC からでもインストールおよびプレイが可能になり、メディアも必要なくなるため、ディスクの保管などの手間が省けるといった利点があります。PC を買い替えた時やシステムをクリーンインストールした時、別の PC で手持ちのゲームを遊びたいとき、すでにアンインストールした昔のタイトルを再度プレイしたいといった際に、簡単にプレイ環境を整えることができるほか、アップデートも自動で行われます。パッケージやディスクなどの物理的なメディアもいらず、商品流通にあたっては、Steam 以外の中間業者を挟むことなく販売できるため、販売価格が安く設定でき、
また、開発者が得られる利率も多いため、様々な企業が利用しています。正確な配信日は不明ですが、9月頃の配信を予定しているそうです。同ブログでは、Steam を使用する4000万人以上の人々は、ポータルなどのゲームと同じくらい簡単にセカンドライフを得ることができるでしょうと伝えています。なお、Steam での配信後も既存のアクセスには変更はないとのことです。次は私、クリオネのピックアップコーナーです。セカンドライフの夏のイベントとしては、あまりに有名なホラーナイト。この夏、5回目を迎えたこの箱庭ホラーナイトも、残念なことに今年が最後になってしまうということです。そこで、怖いものが苦手な皆様にも、ぜひこの迷彩にお気軽に足を運んでいただけるように、その遊び方をご紹介したいと思います。ミニアスケープシムの到着地点には、スクリプトチェッカーが設置してありますので、負荷の重いアバターは先へ進めません。ぜひ負荷の軽い服装で遊びに行ってくださいね。ここでは究極の黒い人アバターがいただけちゃいますので、探してみてくださいね。どうしてもホラーが苦手という人でも、細部にまで作り込まれた夜店の立ち並ぶこの道には怖い仕掛けがありません。ですから、安心して屋台巡りをしてお祭り気分を味わうことができます。この通りの外れが出発点となっています。さて、いよいよ会場に到着。私たちの正体が人間だということがバレては先へ進むことができません。ですから、必ずこのお面を身につけてお祭りへと出発してくださいね。その場で渡されたアイテムを装着することもお忘れなく。そのアイテムを欲しがっている屋台の店主が会場のどこかにいます。出発する前に会場で渡される漫画をちゃんと読んでくださいね。あちらこちらに散在している屋台を回り、その店主である火の玉をクリックして話しかけてみてください。運よく自分の持っているアイテムを欲しがっている店主が見つかると、お礼に別のアイテムを渡されます。それを繰り返すうちに、徐々にある事実が明かされていき、そのすべてを知ったときに、皆さんは重大な分岐点に立つことになります。エンディングは、ノーマルとバッドとグッドの3種類があるということで、さて、皆さんはどんな選択をして、どのエンディングにたどり着くことでしょう。途中で何をしていいのかわからなくなったら、お化けをクリックしてみましょう。進行の要となる屋台の店主はパーティクルで表示されていますので、パーティクルの表示は必ずオンにして、できるだけ多く表示する設定にしましょう。演出を最大限に楽しむには、ヘッドフォンなどで音量をある程度大きくしてくださいね。もちろん深夜設定がおすすめです。途中にプリグラもありますので、探してみてくださいね。ホラーナイトの世界観を味わう最後のチャンスとなる今年は、ちょっぴり長めの9月15日までの開催となります。ぜひこの雰囲気、そしてストーリーをご自身のアバターで体験してみてください。The theme of the final Horror Night event is a festival. You gradually remember the lost memories by managing given missions, and you are dared to take a final decision.What did you get from the decision you have made? 以上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。